4回、先制ソロを放ったオースティン。左足甲の痛みをこらえて出場し、チームを勝利に導いた。撮影、長尾みなみ、SMBC 日本シリーズ2024は、第4戦が行われ、セリーグ3位の DeNA は、パリーグ王者のソフトバンクに5から0で快勝し、対戦成績を2勝2敗の5分とした。左足甲の打撲を抱えるタイラー・オースティン内野手、33が4回の決勝ソロを含む3安打2打点で勝利の立役者となった。日本シリーズ通算で無傷の4勝を挙げていた石川修太投手、32を攻略。チームは第6戦の舞台となる本拠地横浜スタジアムへの帰還を決めた。痛い、かゆいは二の次だ。すべては頂点に立つため。手負いのオースティンが勝利への道筋をつけるソロを放ち、高々と右手を掲げた。体の状態は正直良くないけど、チームのため、ファンのために持てるすべてを出し切るつもりで試合に臨んでいる。0から0で迎えた4回の第2打席。カウント1から2から内角を狙った石川の直球は逆球となり、右の大砲は逆方向となるよく、ホームランテラス席へ運んだ。巨人とのクライマックスシリーズ、CS ファイナルステージでも、右翼席に2試合連続本塁打を放っており、通算8度目の日本シリーズ登板で、過去4勝無敗を誇った右腕も打ち砕いた。三浦監督、左ラッシュ脳陣は、4回に本塁打を放ったオースティンをポーズを取りながら迎えた。撮影、沢野貴信打線は1から0で迎えた7回に5安打を集中し、一挙4得点。極めつきは、助っ人の1試合3安打目となる左前的自打だった。来日5年目の今季は初めて規定打席に到達し、打率316で首位打者に輝いた。日本シリーズでも出場3試合で打率556、9打数5安打、1本塁打、2打点の活躍で打線を引っ張り、敵地のみずほペーペードームで2連勝に導いた。満身創痍で戦っている。26日の日本シリーズ第1戦で自打球を当てて左足甲の打撲を負い、翌27日の第2戦を欠場。29日の第3戦から再び4番に座り、痛みを押しながらプレーを続ける。この日も1走から3塁に達した走塁で足を引きずるようにして走り、ぶっちゃけめっちゃ痛かったと打ち明けたほどだ。野球への情熱が体を突き動かす。近年は度重なる故障に泣き、昨季は22試合の出場にとどまった。自分以上にあの舞台、日本シリーズに立ちたいと思っている人はいないと断言し、野球を愛している。プレーできるなら、全試合に出るという強い気持ちでいると熱く語る。原動力の一つが、日本の夏を彩る、高校球児の姿。甲子園をかけて一球一打に死力を尽くす様に胸、打たれるといい、プロの世界も一緒と言い切る。全力プレーを目の当たりにしてきた桑原は、オースティンなしでは何もできないと言われるのは、腹立たしいと発奮材料に変え、三浦監督は、オースティンの気持ちが、選手、スタッフに伝わっているとねぎらった。チームは、対戦成績を5分に戻し、敵地での第5戦を経て再び、横浜スタジアムでプレーする。ベイスターズファンの大声援に思いを馳せたオースティンは、彼らの前で、またプレーできるのが、楽しみと声を弾ませた。三浦監督は、必ず戻るという気持ちでやっていたと語りつつ、それが目標じゃないときっぱり、横浜の熱気を力に変え、頂きを極める。鈴木聡コーチ一球速報へ、プロ野球日程へ。